年連続優勝のヤクルトが CS すら行けなかった理由がちで謎すぎるわら。村上、オスナ、サンタナ、山田、長岡、中村、矢印、こいつら他球団で主力張れるレベルやろ。投手もサイス、ニード、ピーター、小川、高橋、小沢いるのに。いや、怪我人だらけだからだろ、普通に。ヤクルト特有の怪我人で草塩見以外誰怪我してんねん。やっぱ塩見、山田、村上のとこが機能せんとそこまでの壊さないわ。先発陣が4月ぐらいまでは神がかってたけど、それ以降ボッコボコに打たれ出したイメージ。4月中に山田が怪我で退場して、塩見も怪我で退場して、村上他が全然打てなくて連敗したにゃ。一番影響でかかったのは塩見の離脱で、板野が WBC 級慣れで調整失敗したのもな。村上と山田と塩見のせいやろな。こいつら去年より WAR15 くらい下がってるやろ。先発が全然イニング食わないからリリーフが等しく疲弊しきってるイメージ。開幕5連勝やっけ、いきなりセリーグの火が消えたとか言われてたな。いくらなんでも中二ドラと競ってるのはまずいよね。山田ばっかり言われてるけど投手陣地味にやばないか。というかファームなんてもっと怪我人だらけで、捕手がファースト、セカンド、センターやってるんやで、 DH 入れると選手が足りないからって DH やめてるレベルに。村人が村上状態やったから勝ってただけのチームやったんやなって無能高津が勘違いしてしまった原因やから罪深い男や。村上の棒の下が理由見たらわかるやろ、別人や。知らん間に強くなったり弱くなったりしてる球団。普通に先発不足と中継ぎの消耗が原因。そこが普通なら今年の村上でも3位争いはできてた。やっぱ村上の不調と塩見の怪我がでかいんじゃね。塩見怪我してなかったら少なくとも CS 争いに絡んでそうではある。山田のてっちゃんは正直もうあかんちゃうか。来年はメガネかコンタクトにしてみたら。塩見が帰ってきても投手陣が全体的に終わってるからきっついやろな。山田が全盛期フォルムになるなら CS 争いワンチャンありそうやが。絶対大丈夫も虚しく聞こえるね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。